皆さんこんにちは、関西鉄道ファンです。今私は京阪電車の中之島駅にいます。なぜ中之島駅にいるかというと、本日行われたトーマス号ラストラインイベントの臨時列車に乗車するためです。ちなみに撮影日は12月25日のクリスマスです。それでは自動放送をお聞きください。ちなみに自動放送の撮影場所は中之島駅です。それではどうぞ。黄色または緑の乗車駅、三角印の
までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。また動画のリクエストなどがあればコメント欄にて受け付けています。ちなみにこの動画は中之島駅で撮影したラバーダックです。ちなみに今回のトーマス号ラストランの臨時特急中之島行きの全面展望を次の動画で公開します。ぜひご覧ください。それではまた。